言葉としては住民のためにと言うけども、住民のために努力しますって話なんですね。努力すればいいだけのことで結果は関係ないよ。結果は関係ないですよ。もう努力しましたからって、こんなに頑張っているのになんで非難されるんだと思っちゃったんです。よく言うな、そこなんですよ。これのだから上位がお客さんが、あの民間だとお客さんが決めるでしょ、ね、あの役所は自分が決めるそうそう、むしろ変なこと余計にしない方があの、ね、いいわけ。だからもう皆さんはこの国の正体を知らないし、その役員の世界にいてる人たちは自分のおかしさはわからない。あの議員たちは自分の姿勢、芸人ですよ、はっきり言って、うん、芸を認めてもらいたいというだけで正解だ。公務員とだからの正解と一緒ですよ、うん、で努力を認めてもらいたい、あ努力に金をもらえると思って、結果じゃない。で私が仕事を、私がやってることは結果だけを、結果を求めようとしたわけで、まあ、法律を守るなんてそう知ったことがある。結果的に住民を支えられなければ市長も議会も役所も意味ないでしょ。そもそもいらないのかもしれない。まあ、私はそう、ね、やるべきことをやるというよりも、その実際、ね、社会を作っていて、それだけ、そのためにやってると思ってますから、法律を守ったから私は正しいんですって、だったらいなくてもいいでしょ。法律を守りたいんだったら何もしなきゃいけないから。